ね、少しずつ拭いていきますね、おでこから。はい、顎の下も拭いていきます。タオルを裏側にしてもう一度丁寧に拭いていきます。お肌に汚れが残らないようにきれいに拭き取ってください。お鼻の下も丁寧に拭いてください。はい。それでかなりお肌の、汚れも取れまして、リンパマッサージをしましたので、むくみも取れまして、角質もきれいになりましたので、お肌が、最初よりもきめ細やく、白くなっています。で、コラーゲンも導入されていますのでツヤも良くなっています。はい、これで、仕上げをしていきます。ローションを、これもコラーゲン入りのローションです。ローションを軽くお肌にパタパタと染み込ませていきますね。優しくローションを、コラーゲン入りのローションを染み込ませています。次にコラーゲン入りの乳液をつけて仕上げとなります。この乳液でもう一度軽くリンパマッサージをします。顎のラインから、口角、鼻の横ですね。で、鼻の筋に沿って上に引き上げます。頬骨を少し引き上げるようにリンパマッサージします。はい、目の周りを優しくリンパマッサージします。はい、こめかみからおでこをリンパマッサージしますね。上に引き上げるように優しくリンパマッサージしています。はい、最後に顎からおでこにかけて上に引き上げるように優しくリンパマッサージして、最後首の横、耳下腺ですね、このリンパの流れを良くしています。で、最後この鎖骨のところで優しく鎖骨の上部ですね、鎖骨の上部を指先で優しくほぐして終了になります。で、ターバンを外しますね。この外したターバンで、この胸の上のタオルを外して